はい、どうも皆さんこんにちは。今日は5月4日の13時56分に収録しています。今日はですね、視聴者さんから、かなりねストレートなご質問いただきましたんで、そちらに回答していきたいと思います。ちょっとねコメント読ませていただきます。こんにちは、よっちゃん、春暖かい朝です。そうですね、天気いいですね。はい、気持ちいいです。いつもありがとう。相場 SOXL は最高値はどんくらいまで予想していますかということで、はい、直球でねご質問いただきましたんで回答させていただきたいと思います。私の予想値はこちらになります。はい、読みます。 SOXL はこの後42から43ドル、そしてナスダック100は 18,150ドル付近。もちろん多少の上下のブレはあります。ピンポイントじゃありません。はい、この付近で頭打ちになるかなっていうふうに私は思っています。はい、ただしこれは答えの部分なんですけど、この答えの部分だけを盲信してトレードって良くないから、やっぱりねその予想値に至る根拠が、プロセスが大事なんだよと。でご自身でその予想値に自分でねトレース、追試していただいて、そこにたどり着くと。ここをねメンバーシップさんと常々、重要だよということで、プロセスの部分重視してやっております。ですが、あえてね答えの部分だけ申し上げると、 SOXL は42、3ドル、はい、そしてナスダック100は 18,150 でピークをつけやすいかなと、はい、このように予想させていただきます。はい、答えの部分だけ聞いてね。で、あとはご自身でね、なんで、そう思っているのか、私がそう思っているのかっていうところね、いろいろチャートに線引いたりとか、あくまで、テクニカルの根拠の部分ですね。はい、ぜひね、掘り下げていただきたいなというふうに思います。はい、で、ここ最近はですね、こういうはっきりとしたジグザグとか根拠とか、あと、何ドルだよとかってね、名言をこの一般公開動画では避けていました。はい、っていうのはね、背景にああいうこと、こういうことがあるんだよってことは今までね、ご説明してきました。はい、ですが、このようにね今回、ご質問がありましたんで、今私はそのように考えていますと、はい、いうこと。後からね、あくまで個人の予想なんで、これが上振れ下振れとかなった時に、どうこうっていうのはなしでねお願いしたいと思います。はい、根拠が大事なんだよと。あとね、トレーダーとして大事なのは、その予想が仮にね、ドンピシャで当たりゃね、それはいいんですけど、外れた時にどうリカバリーしていくのかっていうところですね。ここが非常に重要ですから。はい、とはいえね、やっぱりねビジョンがあります。トレーダーとしてこのような数字があります。私は個人的に 42、3ドルで SOXL がピークアウトするんじゃないかなっていうふうに思っていますので、来週ねどのような値動きになるのかっていうところを見ていきましょう。はい、そんなわけで短い動画にはなりましたが、私なりのねファイナルアンサーというか、来週がファイナルになるかどうかっていうのは分かりませんけどね、はい、見ていけたらと思います。よろしければね、はい、応援のグッドボタン、チャンネル登録、あと細かい深掘り、お知りになりたい方はですね、メンバーシップやっていますんで、ご登録の検討をぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。